時刻は12時14分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回です。はい、メール続々いろんなメール届いてるんですが、はい、これはですね、熊本生まれの伊右衛門さん、大分県の方なんですけれど、はい、私のふるさとは熊本なんですが、はい、熊本の蒲島知事のことが日経新聞に掲載されていました。アッコさん、はい、読まれましたか。はい、蒲島知事の歩んできた道をアッコさんの経歴と重ね合わせたという記事でした。はい、これ例えば蒲島知事が高校を卒業して地元の農協に就職し、はい、農業研修生としてアメリカに渡ったのが、はい、アッコさんのデビューした1968年で一緒だそうですと。らしいですね。はいはい、その記事ちょっと添付してくださったのでそれ、はい、ご紹介します、ね、ありがとうございます。これは蒲島知事とアッコさんという日経新聞の夕刊に掲載された記事です。はい、4月6日、はい、和田アキ子さんが星空の孤独でレコードデビューしたのが1968年。はい、蒲島氏がアメリカの牧場で過酷な労働に耐えていた69年にアッコさんは2枚目のレコード土砂降りの雨の中でをヒットさせた。はい、蒲島さんの当時の生活はこの曲の通りだっただろう。大学の短期の農業研修を受けたことで学問に目覚めた蒲島氏は苦学の末71年ネブラスカ大学農学部に入学、将来の明かりがやっと見え始めた。そして72年、アッコさんは大ヒット曲あの鐘を鳴らすのはあなたで日本レコード大賞最優秀歌唱賞を獲得。孤独な人生の中でも夢と希望をなくさない人生賛歌として今も多くの人に愛され歌われ続ける曲。このネブラスカ大学を卒業した後、蒲島さんは政治家になる夢を抱いてハーバード大学の大学院で政治経済学を修め、79年に博士号を取得している。蒲島氏とアッコさんの間に接点はないが、期せずして人生と楽曲という異なる世界でよく似た道を歩んできたと言える。で、2008年、蒲島氏は夢の通り熊本県知事に初当選。3期目当選直後の16年4月熊本地震が発生する。知事の地震への迅速かつ的確な対応は県内外から高い評価を受け、こんな大災害の時に蒲島知事でよかったとメディアに紹介された県民のコメントが大ヒット曲のあなたに会えてよかったに聞こえると。蒲島知事が演説会で壇上に上がる登場曲は必ずあの鐘を鳴らすのはあなただそうだと。3月22日蒲島知事は4選を果たしたという記事だそうです。はい、そうなんですよ。私もある方を介して、はい、その記事を読ませていただいて、で川島さんと直接電話でお話しさせていただいて。はい、あ、そうなんですか。はい、もう農業で留学なさったのに勉学に目覚めてハーバード行かれて、それで東京へ戻ってきて、筑波に行って東大に行ってそれで知事になられたそうです。でもう私みたいなのがもう本当恥ずかしいですって、いえいえ、もう勇気とアッコさんの生き方で僕はもう本当に元気づけられましたって、私電話で泣いちゃったもん。ありがとうございます、頑張りますっつって。こういう方に歌が届いてると思うと嬉しいですね。本当に嬉しいです。それで本当になんか県民の皆さんがその知事に川島さんにあなたに会えてよかったっておっしゃったらしいです。すごいですね。本当に熊本は4年前にちょうどこの時期に地震があってね。そうですね、私はお城が壊れる前にロケで行ったんですよ。そうでしたね。だから本当になんかふるさとっていうことはないですけど、みんなお城の下の城下町のところでおばちゃんたちがからしれんこんの味見をしなさい、おいしいからって1個いただいたら、もう体大きいからもう1個あげるとかって言っていただいてありましたね。市内でロケでね、もう1個買ったのを覚えてますね。あれは地震のほど前、そうなんですよ、直前ぐらいですか。で今こんなやっと復興の兆しがねちょこっと良くなってきたって感じの時にこのコロナの影響でまた大変ですけど、本当に皆さん頑張ってください。
本当に、はい、でも本当に川島知事とあこさんの接点はこれまでほとんどなかったないんです。お会いしたないんです、はい、曲でこうやってずっと自分の人生を励ましてきたっていう、ね、私は元気と勇気をもらいました。私こそ、うん、はい、そうですか、はい、いやでもこうやって川島知事以外にもね、あこさんの曲をたくさんこう支えにしてくださってる方は、している方はたくさんきっといるでしょうね、はい、はい、ありがとうございました。教えてくださいまして、引き続きメールちょっとご紹介していきます、はい、京都からいただきました、はい、これは女性61歳のですね、うん、夕霧さんですね、うん、新型コロナウイルスで毎日大変ですよね、うん、我が家のマスクのストックもかなり少なくなってきちゃいました。薬局に行っても手に入らないんで、はい、もう手作りしてます、はい、孫娘4人のマスクと自分のマスクを作りました、はい、これからまだまだ作ります。夫夫婦、はい、夫の分も、あ、息子夫婦、夫の分も娘夫婦の分も作ります。今もマスク作りながら聞いてますといただきました、はい、でも本当に菅さんとか、ね、何個何枚用意してますって言って、はい、まあ、やっと各家庭に2枚ってのありましたけど、なんでこんなにマスクないんでしょう。ないですね。不思議ですね。ないです。まあ、うちはミシンがないんでなかなか、はい、私も本当にここのスタッフにいただいたりとか、はいはい、あとお任せのスタッフいただいたり、もうみんなでちょっと余裕がある人が少しお裾分けしてもらったりとかね、はいはい、したりとか、そういう感じですよね。いや本当になんだか大変ですよね。はい、もう今もう皆さんも言ってらっしゃいますけど、うちらも大変やけど、本当に医療従事者の方はね、はい、本当にそうですね。さっき ありましたね、イチゴミルクさん大阪のね、介護職で大変です。もうアメリカなんかそういう方々が感染したり亡くなったりしてるっていうことで、もう本当にその人たちだけでも先にね、マスクとか必要なもんをなんか遅れるっていうかね、はい、支給していただいて安心して、うん、なんか患者さん見れる、そうですね、風になるといいですね。本当にもうこうみんないたわり合う時期なんですけども、ね、なのに埼玉市の桜餅さんはね、あこさん聞いてくださいと、はい、最近宅配のドライバーさんがね、はい、ドアを開けた瞬間に配達に行ってるだけなんですよ、うんうん、無言でアルコールスプレーをかけられたりとか、なんか場合によっては罵声を浴びせられたという方もいるんだそうです、もちろんそんな人は本当に少数だと思うんですが、こういうご時世だからこそ宅配ドライバーの方にねぎらいの言葉を伝えなきゃいけないですよねっていう。本当ですよ、ね、こんな時に送っていただくなんてね、うん、いやいや、こんな時こそスーパーでレジ打つ人とかね、例えばセブンのレジの人とか、その人たちに俺言わなきゃ。そうですね、言えないまでも先ほどの人じゃないですけど、車運転してて道譲って手振ってもらって笑顔でって。そうです、そうです。そうですか。今はもう置き配というシステムもあるみたいですから、ね、直接ね触れ合いたくなければそこに置いといてもらえばいいんですよ、ね、っていいますね、はい、ということで引き続き皆さんからメールファックスお待ちしております、はい、メールは小文字で akko@1242.com akko@1242.com です。ファックスは0570-021242 0570-021242まで送ってください。お待ちしてます、はい。